目の町未明甲州湾に敵前上陸を敢行する。この行動は長篠一帯の敵の背後をつくものであって、もっとも果敢敏速絶対に遂行を必要する。部隊主力は金山営に上陸。我が部隊はこれの右翼援護部隊として北山に上陸する。我が中隊は部隊第一線として上陸する。中隊の目的は決死の覚悟を持って果敢敏速に当面の敵抵抗線を攻略、後続部隊の上陸を完成せしむるにある。我が小隊は中隊再左翼を前進する。敵の抵抗力は不明である。分隊それぞれの団結心がこれを突破するのみである。分隊長は部下の将を恐れるな。命令により部下を自由に成果の中に突進せしめ、死の中に投じることを自覚して臨機応変事を決するを勇敢でなければならない。番号1、2、3、4、5、6、7、8、締め。自分を含めた14名が第2分隊員としてこれから政治を共にするのだと考えると、なんだか言葉に言えない厳粛な気持ちで打たれる。とにかく力を合わせてやろう。お互いに骨を拾うつもりで元気を出していこう。もし自分が倒れたならば坂上上等兵を分隊長として戦ってくれ。お疲れ様です。Thank you.
第一第二分隊は前方独立化を。第三第四分隊は兵役の時代破壊されたる部落。敵との距離誤差。攻撃前進。第一分隊横に。
当面の目的たる広く及ぶ援護の任務を完了せ。我が主力は金山営に無事上陸を終わったのである。我々は明朝7時出発、河川攻略の目的を持って前進を開始、前進に先立ち一旦本日の上陸地点に至り陸揚げされた本層を整え、
ヌーエ巡察報告。第一副長の前方において薬品を起とせる敵約60を発見、直ちに撃退。なお東方一軒薬品に敵の密集部隊アルブロン都市終わり。よし、山田主任。はい。命令、東方一軒家に一個分隊を直ちに移動させよ。副長、第二分隊は東方一軒家前方で監視所となります。はい。よし。するな、乗り物はかわいそうだ。なぜ仮装にして船を拾ってやらないんだ。本当にな。おい、それ本当かい。ああ、部隊が前進するんで仮装にする暇がないんだそうだ。それにしても信濃畑の片隅でうずめられる乗り物はかわいそうだな。乗り物の戦友たちは泣いてたよ。かわいそうだな。ユイ殿、ブリモトを埋葬するとのことでありますが、うん、もう間もなく部隊に転身の命令が下るのでやむを得んのだ。ユイ殿、これはぜひ仮装にして船を取ってやりたいと思います。戦場ですからやむを得ないことでありますが、ブリモトの運命はまた我々の運命であります。我々はもとより体育の筒となるのは覚悟の前でありますが、できるならば
発掘するってこちらに帰りたいと思います。それに乗り物は中隊最初の戦車でありますので、ぜひ見合いたいと思います。もし我々が前進する場合には高速隊にでも骨を拾ってきてもらったらと思います。差し上げましいことでありますが、ぜひお願いします。分かった、そうすることにしよう。すぐ火葬の準備をする。
筋道ですな。このまま夜行軍になったらやりきれませんで。ああこの前の小休止の時に第4班の班長が落語しましたよ。そこへ来てるとうちの班長がっちりしてるからな。心配ありませんよ。今夜宿営する定林地まであと何キロぐらいあるんでしょうかな。よくわからんよ。しかしなんですな、戦争ってな。高橋、うるさいぞ。黙っておけ。班長殿は迷惑するじゃないか。はどうかな。みんな元気でいます。そうか、ご苦労だな。こういう無理な攻撃をするのも敵の異変に出るための作戦であるから頑張ってくれ。みんなによく言ってくれよ。エンジン、すまない。おい、ナイト、どうしたんだ。何でもないんだ。そしたら大丈夫。大丈夫か。大丈夫だ。おい元気出せ。元気出せ。元気出せ。レンド、これ。元気。ブル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 。
かしよ。はい、大丈夫だ。大丈夫だ、番号。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。取ってて重たいからよく滑るな。分隊長は我々が1辺滑れば5辺も滑ってる、2辺滑れば10辺滑ってる、3辺滑れば15辺滑ってる。有名やね。よくもこれで歩きたもんだな。これも周りの中によろしいわれみたいなもんだし。それで明日歩けますか。歩けなかったら手でも歩くさ。パンチョ殿、国民政府軍事委員会政治部要請、革命なお未だ成功せず、同志すなわち努力すべしか。ひょっとすると品将軍のすまだったかもしれんな。こんなもんもありますよ。班長君、これなんです。これ、魔除けだな。これは何ですか。名城家老、うん、香水だ。香水ですか。あ、香水だ。品将軍のうちに香水か。まあ、品兵らしいところかもしれません。どうしたんだ。あ、
会や本体から随分遅れたらしいな。ああ、そのようです。しかし今夜は金山飯食えたから、それまでどうしても本体に追いつくじゃないか。ああ、さあ出かけようか。文隊長殿が本部連絡に行かれたすぐ後で、小休止の最中に付近から撃たれたんです。傷の具合どうなの？大体の感じです。撃ったやつは小判のブラックにいたので、すぐ捕まえました。内藤はどうしたの？ゲリンらしいんです。内藤は日頃から意外分かったんですが、昨日の幸運は相当無理だったらしいんです。二人はどうしたんだ？小隊長殿の命令で中隊の衛生員が付き添って前のブラックに残っております。私は分隊長殿に会いたがっておりました。分隊長はいつも俺たちから離れたことないのに、今日に限ってどうしたんだ？分隊長にすまん、すまんと泣いております。さあ、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 この向こうの部落に野戦病院が開設されているんだ。第二分隊は高橋内藤を野戦病院に収容した上、禁断に収容する本隊に清潔にしてくれ。あ、先ほど病院に収容した上、本隊に追求します。うん、分からん。先に先につけ、先につけ、入って。あ、はい、お前は下田広と一緒にの本隊に責任ついて。あ、自分だけです。お前で第二分隊代表だ。あ、やっちゃいます。先につけ、はい、ない。隊長殿はだいぶ疲れているようですから、この辺で待っててください。自分たちだけで迎えに行ってきます。俺は準備く、自分たちで大丈夫ではあります。いや、自分たちに待っててください。待っててください。大丈夫です。やったな、行ってまいります。よし、行きます。行きます。前、
はい。ああ、偉い目にあったな。班長殿、すいません、すいません。なあ、斉藤、気分どうだ。注射が効いたせいかよく寝ております。そうか、あ、行こう。自分はもう治りました。文才と一緒に行きます。ただの点じゃない。どうでしょうか。胃痙攣の方は大したことないが、暴漢の方は可能する恐れがあるから、どっちにしろ抗争しなければならないだろう。タバコを入れとくからな。他に何かいるもんないか。これも入れといてください。よし。高橋はどうだ。ありません。おい、誰か綺麗な手袋持ってるもんないか。はい、自分が持ってるもん。高橋、フィードは何でもないって言ったぞ。え、ライト、二人とも養生して早く朝から来い。分隊長殿、こんなところで病気で倒れるなんて申し訳ありません。高橋はみんなと離れるのが残念です。何、このくらいの傷10日もすればきっと置いてきます。その元気あれば大丈夫だ。二人とも早く良くなってくれ。きっと追いつきます。みんな待ってるからな。待ってるぞ、待ってるぞ、待ってるぞ。じゃあ出発するからな。大事にしてくれ。ライト、今のケーキは俺が引き受けたぞ。うん、頼む。それはツッコミの癖があるから注意してくれ。うん、心配するな。じゃあ行くぞ。はい、ちょっと体をお大事に。ありがとう。じゃあ無理するんじゃないぞ。みんなも気をつけてくれよ。うん、ありがとう。じゃあしっかりな。早く来いよ。元気で余裕しろよ。大事に。早く直してくれよ。早く戻るんだぞ。待ってるぞ。元気で。みんなも大事にな。みんなありがとう。元気でな。元気でよ。ありがとう。ありがとう。仕方ない。元気を出せ。これから本隊に向かって追及する。気をつけ。ブイブイ。
出撃。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 見えなんだな。ははっ、うまく引っかかりましたな。金山に清水部隊が出撃してるんだから、どう言ったらいいかね。さあ、清水隊ってしませんでした。そうか。は、まあ、いい。鳴子の中介を。あ、部隊長どうですか。おはい。心配しておりました。危険だから止まってくれたかと頼むのは申しておりましたが、自分は必ず来ると思って迎えに出たんであります。よかった、よかった。お疲れ様でした。どうしたおい、お前乗り継ぐじゃないか。暗くあるし、ついクリクリ落ちまして。落ちろ男だな。お疲れ様です。どうした。はい、お疲れ様です。はい、どうした。どうしたな。よThank you.
前衛が衝突していますな。ああ。かなりいつも入場できるだろうな。さあ。火前家か。歩いたな。
俺たちは一体どこにいるんだ。俺たちは一体何をしてるんだろう。なあ、に生意気な。毒ガスは敵に多いやっとけ。部隊長殿、怪しい物音が聞こえます。何？するけど、当事件だから撃ち返ったんです。死で勝ちやんな。きれいござい。は、お。待て。は。
あれか。はい、あれだ。よし、あ、帰ります。総隊長。はい。あの畑の向こうの国、中隊はこれより前進。大将隊より一列側面中隊駆け足。あやー、大将隊あやー、大将隊あやー、大三将隊あやー、大四将隊あやyou
おい、逃げろ。Thank you.
よ。一気に足元に来いろ。逃げ止めるな。いけ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
Thank you.
は河川入場ですな。ああ、生きてるということはありがたいことだ。戦争だからしょうがないじゃないか。でもこいつを戦争に巻き込むのはかわいそうだぞ。戦争は絶対だぞ。その絶対は人類の絶対であってヤギの絶対ではないぞ。それはお前の干渉というもんだ。干渉かもしれない。しかし干渉があればこそ人生は美しいんじゃないか。その人生よりもっと絶対なのは現在の戦争じゃないか。じゃあお前、ほら、どうぞ。我々は出征した当初とは全く違ってしまった。兵隊は見違えるばかりたくましく立派になった。弾丸と丁寧の戦場において我々の間には限りない信頼という気が生まれた。かつて私は私の部下を死の中に投じうると言われた偉大なる関係に対して、その責任の重大さを思い、その資格について危惧していたけれども、それは思想でも何でもなく、最も簡単にして単純なるものが最も高いものに直ちに通じるということであった。私が兵隊と共に死の中に飛び込んでいく、兵隊に先にして死を越える、その一つの行為のみが一切を解決すると分かった。同感だな。僕は君の手紙を検出するのを光栄に持ってる。いや、そのようにして我々兵隊は次第に強くたくましく祖国を守る道を進むことができると知った。弟よ、我々はまた前進するだろう。どこまで行くのやら分からない。しかし我々はもはや堂々と進軍ができるだろう。そうしてこの進軍を続けうる者は我々の肉体ではないということを知ったのだ。三丁殿が一番先に入ってくださいよ。大佐がたまらんな。プロになるとは思わなかったよ。そんな方に渡してきますから、楽しみにしてください。よいしょ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 。ちょっとした野戦クリックみたいなもんでな。俺は初めてだが、ヤギの肉ってなかなか壊せるな。明日は最高の火山入場だ。その意味で乾杯だ。考えてみると、よく今日は今来たんだな。よそというのはまるで歩くことのようだった。俺も驚いたよ。靴を脱ぐとな、靴下が溶けてなくなってんだ。そうか。上陸当時に赤い草が出たには驚いたな。もう俺も赤草には驚いたよ。近頃やっと満足なのが出るんでな、わしは嬉しくてな、やった後でつくづく眺めてな、拝んだよ。今お職人の時間だよ。
私は大丈夫いけです。お前たちの優先奮闘によって我が軍は加勢を占拠、部隊主力はすでに入城をしたのである。これは上陸当初の目的であった。敵の背後を突くことに成功したのであって、今や敵は全面的退却を始めたのである。ここにおいて我が軍は新しい作戦のもとに進撃戦に移ったのである。我が隊は河川に入城せず、主力の過去攻撃に際し阻止上の敵退路を遮断すべく、右迂回部隊の命を受け、これより直ちに前進する。終わり。進撃戦進撃